久保さんおっしゃる通りでね、自分が思っているね、この意識していることと体がついてこないっていうのに、やっぱ、あの、なんか、すごく残念な気持ちになりましたね、昨日は。しかも、あの、ね、僕が勝ってれば決勝トーナメント行けたっていう、なんか、申し訳ないなっていう、まあ、絶対勝てたんですよ。勝てた、勝てたし、多分 僕もね、あれか、勝てるなぁと思ってやってた部分もあったんですけど、最後ダメでしたビビっちゃって、ね、体も、体も思うように動かなくてビビったら終わりですよね、もう。<laughs> うんだからね、あのー、ま、ああのー、体はね、あのー、 やっぱ筋肉に関しては年取るんですよやっぱうんだけどね僕は思うんですけど頭の,の脳に関しては僕これ多分ね調べれば出てくると思うんですけどなんかね若く,若くなるというか筋肉と違って脳の細胞はこうなんだろうなこの勉強すればするほど活性化するというか多分ね あのまあもちろん限界はありますよ。80からブワッて活性化するかっていうと分かんないですけども、脳はね、確かねこう、いくつになっても、この、なんだ、ある、その限界がないというか、なんかよく言われますよね。そもそも脳を100%使ってないみたいな。だから、その、なんか、そもそもキャパがあるみたいなね。 うんまあこれもなんかまあね興味ある人はなんか医学論文とかも多分脳に対して論文とかいろいろ出てると思いますしただ論文とかでも出てないようなまだ科学,科学的にはえあのー、解明されてない脳のその構造仕組みですよねそういうのもいっぱいあるだろうしだから脳ってね結構ね宇宙なんですようーん 筋肉はやっぱねちょっと限界はあると思うんですけど脳は限界はないと思うんですよねもしもしですよなんだろうなイメージとしてはまあ人間がですよ人間がそのあの例えば 100m を1秒で走るっていうのは多分これはもう物理的に物理的にっていうか結構難しいと思うんですよ もちろんその、ね、昔はね、10秒台切,れ切ること、なんか9秒台無理だみたいな、なんか、なんかあったんですけど、それがなんか一人、確かね、これ、あの、ハードルの世界選手権3位になった、カネッセイさんだタネッセイさんか言ってたんですけど、ま、マインドの話をしてて、意識とマインドみたいな話をしてたんですけど、ある選手がその、なんか、9秒切ってから、あれい、いけんじゃねみたいな感じでな、なんか、いきなりボン,ボンボンボン出てきたみたいな。つまりその、 その限界っていうのは自分で作ってるみたいなだけどさすがに1 0 0ルをね5秒で走るとか1秒で走るっていうのは多分これは多分無理だと思うんですよ人間であるならばねどんなにその意識が改革しても筋肉を作ったとしても1 0 0トを1秒で走るっていうのは無理だと思うんですよだけど文明の歴史を考えてみるとね絶対無理なことが今できてるわけですよ 例えば江戸時代にね江戸時代にロケットを飛ばして宇宙に宇宙ステーションで何日も暮らすっていうのはもう絶対無理ですよねでもその江戸時代の人の脳みそとじゃあその現代の人の脳みそがね何やろうな明らかに全然違うのかっていう筋肉量だなんか筋肉なんかめちゃくちゃが、もうま、か頭がねブワーめっちゃでかくなりましたとか多分な,いなくないですか 江戸時代の人の脳、NO、の、NO NO、この大きさと今の現代の人の脳、NO、の大きさが何やなんか10倍ぐらいなんかこんなでかいみたいな変わってないですよねだから昔は絶対もう絶対無理だっていう不可能なことが今は普通に起こってるわけですよねど,ど,どうですかねでもしこれが脳、NO NO、で考えることだったりとか進化しない限界を超えられないっていうことであるならばてか限界がない か限界はないと思うんですね僕はその脳に関しては宇宙だと思うんで、うん、だってその作ってきてるんでそれは昔絶対ダメだから僕はタイムマシンもね作れると思うんですよね、まあ、何年後か分かんないですけどねうんなんか要は想像したも人間が想像できる範囲内で範囲内であるならば全部が具現化できると僕は思ってるんですねそれはまあじゃああと100万光年先 僕はいいてないと思いますけど100万光年時代が進んだったら多分ね本当にね近未来なそのまあ火星に住んでるだろうしなんかその地球離れてるか分かんないですけどだからんか今無理でも結局その進化するんですよねでもそのそういうそういうテクノロジーを作ってる人たちは常にこの研究したりとか脳を使ってるわけですよね筋肉を使って研究とかしてないですよね脳を使ってるんですよ えそうじゃないですか全部のなんかそのテクノロジーを開発してる人って何を使ってるかっていうと完全ここですよね。で最近はコンピューターの脳みそも使ってあの、まあ、そ,のその AI を作ってるのは人間なんだけども今度 AI が考えてくれるっていうね人間が考えられない領域まで AI が考えるみたいなだからもうだからこれからの多分今までの10年とこれからの10年はまた違うと思うんですよ。 ななぜならば、コンピューターがコンピューター、もう,もうコンピューターがコンピューターを作ってる部分はありますけどね、もうそれがよりさ加速度的に上がっていくと。で、さらに、もうね、久保さん、YouTube でアップロードされてたんですけど、今のロボット、マジですごいんですよ。もう本当ね、人間に近い、表情とかもね、すごいですよ。なんか動画出てたんですけど、ここまで来たか、みたいな、もう本当人間っぽいロボットなんですよ。 うん、まああの市民権を得たロボットもすごいんですけどなんか今作ってるんですけどねなんかそのか会社のなんか人がなんか出てたんですけどすごいですよそう顔の表情とかが、うん、でそれを市販市販できるレベルまで今持っていくみたいななんかあれなんですけどね脳にはね僕は限界はないと思うんですよねだから脳は若返らせることができると筋肉はあの 老化してるから久保さんが言う通り、そり若,若い時の,その筋肉繊維に戻すっていうのは結構難しいと思うんですよね老化してるのでうんだけどねの脳のそのこの電気という電気信号というかバーッのこのニューロンというかねなんかそのあれは僕はあのトレーニングすると誰でも若返らせることができるんじゃないかなと思いますねうーん。 これはね本当に僕はあの、うん、他のやっぱ動物とかと違うとこですよね猿はね器用なのにね火は使えないですよね、うん、猿は器用なのにライター作れないですよね100円でライター売ってんですけどね <laughs> 安い100円でライター売ってんだけどその100円のライター猿は作れないですからね やっ,ぱやっぱ考えるっていうのはね、まあすごく、あの、大事ですよ。うん。でもね、これもね、トレーニングしてないと考えることがね、し、あの、これもしんどいんで。まあ、き、なんだろうな。考える筋肉というかね。でもその考える筋トレとその、筋肉を鍛える筋トレってちょっとやっぱ違うので、うーん。 まあちょっとうまく表現できない部分はありますけど、まあ、とりあえずあ脳みそを若返らせることはできると。でもほとんどの人が脳も退化していくんですよ。で、なんで脳も退化していくかっていうと、それは考えてないんですよ。だって会社にただ行って、会社の仕事をして、で、人生終わるじゃないですか。別に会社の、じゃあ、規模を大きくするとかね、会社の製品を考えるとか、会社の、なんか、それを考えて、 働いててる人って、まあ、ごく一部だと思うんですけどもほとんどが言われたことをやってるだけじゃないですか。うん。だからもうめちゃくちゃ死ぬほど考えるってことをやってる従業員ってあんまりいないんじゃないかなと思いますね。まあ、もはやもう考え,な考えなくていいみたいな。工場の生産ラインとかで働いてたらあ、考える必要ないですよね、そもそも。工場の生産ラインで働いていて、やることが決まっている。こう流れてきたものを検品するっていう仕事あると思うんですけど、検品。 だ検品なんで、すよねでそれ以上考えても何のあれもないから、とりあえず検品するみたいな。うん、まあ、わかりやすい例で言うとね。うん、だほとんどの人は脳を使ってないですよね。だからネットビジネス入ってもなかなか稼げないっていうのは、やっぱね、その脳を使ってないっていう、だから使ってない筋肉。だから例えば、あの、人間で言うならば、うん、足の指を器用に動かすって。 まあ筋肉使ってないときねまあ例えば利き足利き手じゃなくて逆手で箸は器用に持てないですよね何十年もこっちでは箸をこう使ってんだけどこっちの筋肉でそれを動かせないですよねだから要は使ってないと動かせないんでだから自分でお金を稼ぐってなった場合いきなりその筋肉を使い始めるんですよね自分でこう 考えていくっていいくくっうだからここがすすごく大変なんですよだから僕もいろんな方アドバイスしたりとかコンサルもして思ったのがそこやっぱそこ全然その考える自分で稼ぐ集客してセールスしていくとか考えたことがないからもうねしんどくてしゃあないですよねでしんどくてしゃーなくても離脱していくっていううんうでもねあの本当ね筋肉とそのこうなんだスポーツで使うような筋肉とやっぱ違うので あの限界は僕あんまないと思うんで <laughs> 脳のトレーニングはした方がいいと思いますけどね脳のトレーニングは本当に脳のトレーニングはもう筋肉のトレーニングはやっぱ限界はあると思いますけど脳はねほんと限界ないと思うんで若返らせることはできると思いますまあ信じるか信じないかはあなたしたいいってらっしゃい